状変身応接間から漏れていたピアノの音が止んでしまってからもう30分もたったのに早苗さんは一向出てくる様子がないつい最前まではコトコトと物を動かす音などが聞こえていたがそれさえ今はぱったり途絶えてドアの向こう側は死んだように静まり返っているおい長いね。 いい加減に部屋へ帰ってくれればいいのにそれにしてもバカに静かになってしまったじゃないか変だぜなんだか見張りの書生が辛抱しきれなくなってささやき始めたところへこれもお嬢さんを案じたばあやが気合わせたお嬢さんは応接間にいらっしゃるの旦那様もご一緒なんだろうね バヤは主人の外出を知らないでいたのだいやご主人はさっき店から電話がかかって大阪へ出かけられましたよおやおやじゃああそこにお嬢さん一人ぼっちなのいけないねそんなことしちゃバばあやは不服顔だだから僕らが見張りをしているんだけれどさっきからだいぶ時間がたつのに一向出ていらっしゃらない。 それに、あまり静かなので、少し変に思っってているのですよ。じゃあ、私が行ってみましょう。バあヤはそう言ってつかつかとドアに近づき何気なくそれを開いて中を覗いてみたが覗いたかと思うとまたすぐ閉めていきなり女性たちのところへ走り戻ってきたどうしたのか彼女の顔は真っ青になっている。 大変ですよ。ちょっとっと行ててみてください。変なやつが長い椅子の上に寝そべっているのそれにお嬢さんはあそこには見えませんよ早くあいつをつかみ出してくださいまあ気味の悪い書生たちは無論そんなことを信じなかったこのばあさん気でも違ったのではないかと疑ったしかしともかくも行ってみるほかはない彼らはいきなりドアを開けて 応接室へ飛び込んでいった見ると驚いたことにはばあやの言葉は決して嘘ではなかった確かに長い子の上にぐったりと死んだようになって寝そべっているやつがあるボロボロの背広を着た顔中武将ひげの小じみたいな男だこら貴様何者だ柔道初段の豪傑書生が くせ者の方に手をかけて揺すぶったああたまらねえこいつ酔っ払いだぜ長椅子の上小ま物店を並べやがった彼は滑稽な身振りで飛びのいて鼻をつまんだなるほど酔っ払いの証拠には男の顔は異様に青ざめていたし長椅子の下にはウイスキーの大瓶が空っぽになって転がっていたそれにしても。 この部屋で酒を飲んだものとすれば少し酔いの回り方が早すぎるように思われるのだが女性たちはそこまで気がつかなかった揺り起こされたく者は薄めを開いて汚く汚れた口の旗を赤い舌でペロペロと舐め回しながらふらふらと上半身を起こしたすまねえ俺はもうダメだよ苦しくて。 とてもうもう飲めねえこの新章の応接室を酒場とでも思い違えているのか男はわけのわからぬ管を巻き始めたバカここをどこだと思っているそれに貴様一体どうしてここへ入ってきたんだえ、うん、どうして入ってきたっていうのかとりゃおめの道は蛇だな どこにうめ酒が隠してあるくれのことはちゃんとご存知だってことや <laughs> それよりも君お嬢さんの姿が見えないんですこいつがどうかしたんじゃないかい別の書生がそれに気づいて注意した実に不思議なことには部屋中くまなく探してみたけれど得体の知れぬ酔っ払いのほかには人の影もないのであった 一体これはどううしたというのだ。あの美しいお嬢さんがたった三十分かそこらの間にまるで天活嬢の魔術みたいにこの汚らしい酔っ払いに変わってしまったのであろうか前後の事情だけから考えるといくらバカバカしくてもどうもそうとしか思えないのだが「おいお前いつここへ来たんだここに美しいお嬢さんがいらしたはずだが」。 お前見なかったか。おい、はっきり返事をしろ。肩を小突き回されても、男は一向無感覚だ。え美しいお嬢さんだってお懐かしいね。連れておいてここへ。ほら、久しく美しいお嬢さんの顔を拝まねえんな。拝してくんな。早くさ、早く、ここへ引っ張ってこいってんな。<laughs> 実にたわいがなかった。この奴に何を聞いたって無駄だよ。ともかく警察へ電話をかけて引き渡すことにしようじゃないか。いつまでもここへ置いておいたら、部屋中ヘドだらけになっちまうぜ。岩瀬夫人は、ばあやの知らせに驚いて駆けつけたが、人一,一倍潔癖な彼女は、小敷みたいな男がヘドを吐いていると聞くと、部屋へ入る勇気がなく、女中たちに取り巻かれて、 ドアの外からこわごわ覗いていたのだが今の書生の言葉を聞くとあ,あそれがいいい早くくお巡りささんんをを呼んでください誰か警察へ電話をと指し,ずしたそして結局その得体の知れぬブライカ感は土地の警察の留置場にぶち込まれたのだが2人の警官がくせ者の両手をつかんでぶら下げるようにして連れ去ると後には。 彼の吐いたもののために無残に汚れた長い子と耐え難い臭気とが残ったできてきたばかりの椅子をまあもったいないばあやが顔をしかめながら遠くからそれを眺めて言うのだおやおやヘドばかりじゃありませんよ大変な鍵先だまあ気味の悪いあいつ 刃物でも持っていたのでしょうか。長い椅子のキレがひどく破けてますよ。嫌だね。せっかく綺麗になったばかりなのに、そんなもの、大切間におけやしない。誰か家具屋へ電話をかけてね、取りに来るように、そう言ってください。張り替えなくっちゃ仕方がない。潔癖家の岩瀬夫人は、一刻でもその汚いものを、 屋敷内に置くに絶えなかったのださて酔いどれ騒ぎが一段落すると今度はにわかに早苗さんのことが気になり始めた主人岩瀬氏にこのことが急報されたのは言うまでもない明智の行き先も分かっていたので急いで帰るように電話がかけられた同時に屋敷内の大捜索が開始された出張してきた3人の警官と 書生をはじめ召使いたちの総動員で応接室や早苗さんの居間を手始めに会場開花庭園から縁の下まで残るところもなく探し回っただが美しいお嬢さんは朝日に溶けるはずえの梅雨のようにかげろうとなって蒸発してしまったのであろうかその姿は影も形も見えないのであった